はい、こんにちは。億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、そしてですね、今日お伝えするのはどのぐらいね、しつこくやらないといけないのか、どのぐらい私自身も花が咲かなかったのかってことですよね。多分ね、私のこの動画をご覧になっている方っていうのは、私のことを知るきっかけっていうのが YouTube だったと思うんですよ。ですんで、YouTube を、私の YouTube を見つけた瞬間に、まあ YouTube をやってる人なんだなっていうふうに認識してくださってると思うんですけども、まあ私はね、YouTube が一番当たらなかったんですよ。YouTube ってのは私2011年から始めていて、で、まあ動画を投稿をね、ビジネス系のし始めたのが2013年だったんですけども、ここまでで2年かかってるんですよ。チャンネル登録者数って500人もいなかったと思います。ちょっと忘れてましたけどね。それからチャンネル登録が、まあ、1000人とか2000人みたいな感じでずっと行ってきたんですよね。でですね、ちょっとメモってきたんですよ。じゃあ私のビジネスは何が軸になっていたのかなってことですよね。2013年速稼塾を始めた時、セミナービジネスを始めました。このセミナーはマンツーマンのセミナーが多かったんですけども、一番多いのは、まあ、23人ぐらいかな、25人ぐらいを1箇所に集まっていただいて、でそれでセミナーをやるっていうのが多かったですね。基本的にはマンツーマンのセミナーが多かったです。マンツーマンとかワンツーツーズぐらいね、2人とか1人とかに対してセミナーをやるって感じです。だから個別みたいな感じですよね。でそれが2013年みっちりやりました。それこそ1000人ぐらいはやってきましたね。本当に1日に3件4件とかを本当にやってきました。で2014年これサイトアフィリエイトですね。2014年はサイトをたくさん作っていって、どのぐらい売り上げが上がるかなってことで、だいたいこの時に400個ぐらい作って、まあ、月収30万とか40万みたいなのが量産でできたかなっていうところですね。でこれはサイトはこれからもずっと作り始めて、まあ、ここからあのサイトアフィリエイトが当たりましたんでね、でずっとサイトアフィリエイトのお世話になっていって、結果振り返ったら2017年ぐらいに、まあ、1万個ぐらいできたかなってところですよね。で2015年はやっとメルマガを始めたんですよ。2011年ぐらいからメルマガをやりなさいっていう風に勧めてくださってる、ね、方は多かった。そして2013年にメルマガのブームが来て、まだ LINE アットっていうのは一般的じゃなかったですからね。でメルマガをやらなくちゃいけないっての分かってたんですけども、私はメルマガがないまんま2013年2014年来ていて、2015年にサイトもそこそこ安定して、セミナーもそこそこ安定してきたんで、まあ、メルマガに一点集中して1年間で2万人の読者を集めたということです。それからメルマガをね、2年とか3年とか運用して売り上げを作るわけですけども、メルマガの寿命もそんなに長くなかったわけです。次2016年に Facebook をしっかりと活用して、そこから売り上げを上げる形を作りました。 Facebook ライブのちょっとね、前身ですよね。 Facebook に記事をいっぱい書いていって、そこに YouTube のリンクを貼るって感じでした。2017年ぐらいに、Facebook ライブができるようになって、それから Facebook ライブが主になりましたよね。で2017年は実はね、コンテンツビジネスが、まあ、私本格化した時なんですよ。速稼塾っていうサイトを作って、それをまあ高くね、69万から100万円ぐらいで出していったってことです。まあ、売上件数はそんなに高くなかったんですけども、単価が高かったんでね、まあ、そこそこの売上になったかなってことでございます。そして2018年にやっとですよ、 YouTube がブレイクしました。2017年ぐらいから私の YouTube のチャンネル登録者数が増えていったんですけども、最も多くなったのは2018年かなと思いますよね。一気に5000人ぐらいここで増えました。まあ暗号通貨のブームが来たっていうところも大きかったんでしょう。それから暗号通貨のブームが壊れ始めたところもあって、まあ、情報をね、集める人が多かったと。狼狽する方が多かったというふうな言い方もありますけども、不安であれば多くの人がね、いい情報を探すというところがあって、そこに私の量産していた、2014年ぐらいから量産していた暗号通貨系の動画が、まあ、ヒットしたってことなんで、ね、だから潜伏期間が3年とか4年とかあるわけですね。で、まあ、今に至るわけなんですけども、2019年は何を軸にしたかっていうと、もう完全に投資ですね。 FX をはじめとした投資です。投資でしっかりとやってきました。だからね、これ1年に1個むちゃくちゃ集中してやってきたんですけども、その1年に1個やる前にかなり潜伏期間というか、いろいろと外振り固めがあったわけですよ。だから目の前に触れたのは、例えば YouTube ね、 YouTube ポンと私の YouTube に触れたように見えますけども、それまで何年もね、ずっと頭を低くして水面下で耐えていたんですよ。どっかでやめていたら、多分私の YouTube を、この YouTube もそうですけどね、見つけてくださることはなかったんじゃなかったなと思います。で確実に当たるかどうかって本当分かんないんですよ。どういう風になっていくのかって分かんないんですよ。だからどういう風にしたいかだけで進んできました。で自分が思い描いたゴールに自分で進んでいったってことです、だから YouTube のブームが来るとか来ないとか、とかツールができたとかね、それからなんか流行ってるからとかっていうのは全然なくって、とにかく、自分の
内側から潮流を起こさないと何も起きないのかなと思うんですよね。やっぱりね、今でも多いんですけども、投資案件の情報を知りたがって私のところに、ね、お問い合わせいただく、それはまあ全然構わないんですけども、どちらかというと自分の解釈がどうなのかってことですよね。私が例えば投資ある投資案件の話をしても、解釈が下手な人は負けてしまう解釈をするんですよ。お金を失う解釈をするんですよ。でセンスのいい方っていうのは勝てる解釈をするんですよね。例えばそれが乗りかかった船だから最後までこれと付き合うんだっていうのが正しいかどうかっていう判断もありますし、損切りして次に向かうのが正しいかどうかって判断もあります。言えるのはですね、資産を残す人っていつも資産が残る選択をするんですよ。で資産が残ってない人っていうのは資産が残らない選択をしてるんですよ。で結果今日の時点でじゃあ浮いたお金があるかないかって言ったら、多くの方は塩漬けになったお金とか資産とかになってしまったり、ひどい時には借金になってしまったりね。でもう日々狼狽してもう胃が痛くなっちゃうみたいな、健康も壊しちゃうみたいな暮らしになったりする。でも片方では資産をしっかり作って、ああこの投資にかかってよかったな、このビジネスかかってよかったなって人もいると。同じものをやってても同じものを見ていても結果はこれぐらい違うんですよね。まあ、ですので儲かるノウハウがあるっていうことではないんですよ。ノウハウを使う自分がいるかどうかなんですよね。ここが非常に重要です。まあ、ですので YouTube ね、私始めましょうと、今年が本当ラストチャンスですよっていうふうに今年はね申し上げています。で、このね億万長者合宿のやり取りに乗っかってきてくださいってことをもう申し上げています。最後のチャンスなんですよ。でこの最後のチャンスがそうなんだって解釈できる方は行動しないといけないですよね。でもまあそうは言ってもまだ来年あたりチャンスあるんじゃないのと思う方はまあそれでもいいと思います。ただ今年乗らなかった人に来年からのチャンスってありますかね。もっと難しいですよ来年は。少なくとも今年参入した方がもうすでに地盤を固めた状態で来年が来ますからね。その地盤を固める方の中には一般人だけではなくて芸能人とか CEO の方も乗ってくるということです。で投資の世界、おそらく BNF さんって今でも投資をやってるでしょう。で投資を未だにやってる人って勝ってる人ばかりです。でそこに勝ったこともない人とか初心者の方が乗り込んでくるわけですよ。基本的にはこれ勝たないと思いますよね。だから投資で勝ってる人の頭脳とか解釈力をね、まずは身につけて学んで、それから資金投入という順番で行った方がいいと思いますけども、まあ、大体儲からない人ってのは分からない状態で形から入ったりとか資金投入して一丁上がりを狙うんですよ。まあ投資ほどですね、正直な答えが出るものはないですね。ビジネスっていうのはね、たまたまとかがあるんですよ。ブームとかあるんですよ。でも投資にはブームがないですからね。あるとしたら暴落のブームがあるくらいです。リーマンショックみたいな。まあですので投資っていうのはビジネスほど甘くないってことですよね。ビジネスなんかぐらいじゃ甘くないです。ビジネスをマスターした人でも投資ではやられちゃうんですよ。だからビジネスがね、扱えない人、ビジネスで余剰資金を埋めない人が投資の世界に来るべきではないと私は思いますね。だから BNF さんっていうのはすごく特殊なのは、ビジネスを積み上げてそこに来たわけではないんじゃないかなと思うんですよ。最初から投資という、水がね合ってたんでしょうね。で私たちは稼ぐために仕方なく投資をするっていう考えの方がいると思いますけども、投資が大好きでもうやれば面白くって勝っちゃうから、そういう人はあまりいないと思うんですよ。ということでルートとしては、まずは労働で余剰資金を作ると。作った余剰資金で今度スモールビジネスをやっていくと。スモールビジネスで余剰資金を作って、その余剰資金を積み上げてビッグビジネスにしていって、ビッグビジネスで作り上げた余剰資金で投資をする。この順序以外は私はないと思うんですよね。この順序を違えてですね、いきなり投資の世界に大金を投じる方はもう私のカモになるだけになってきますから、ご用心ください。ということで本日の億万長者合宿シリーズリメンバー終了させていただきます。いってらっしゃい。